西村仁とは、日本の政治活動家。日本第一党京都府本部長。元在日特権を許さない市民の会京都支部長。元維新政党、新風京都外選部長。京都朝鮮学校公園専用抗議事件を起こし、執行猶予付きの有罪判決を受けた。2012年5月10日にはろうと製薬、強要事件を起こして逮捕された。この事件は、ろうと製薬を訪れた際、この模様をビデオに収めて動画投稿サイトにアップロードしていた。そこでは、ろうとと CM 契約しているキムテヒが、竹島は韓国の領土であると主張していたので、このことからキムテヒは、女優ではなく政治活動家であると、ろうと製薬役員に、キムテヒとの CM 契約を見直すように要請した。また、役員に対して、竹島はどこの領土かと質問し、意に反して日本の領土と回答させたことで強要罪で有罪、懲役1年の実刑判決を受けた。日教組が街頭等で集めた還付金を朝鮮総連傘下の朝鮮学校に流すという目的外使用したことが発端で日教組に抗議したことで起きた徳島県教組業務妨害事件にも主犯として関与していたため、ろうと製薬強要事件で執行猶予が取り消され、2012年12月18日、懲役3年6月の実刑判決が言い渡された。2016年5月25日に出所。2017年4月23日、京都朝鮮第一初級学校跡付近の公園にて、日本人を拉致するような学校は叩き出さなければなりませんと拡声器を使用し、発言を繰り返した。その行動の動画をインターネット上に投稿した。この活動に対して学校を運営する京都朝鮮学園は告訴、拡声器を使った発言がヘイトスピーチであり名誉毀損にあたるとして2018年2月20日、西村は京都地検に在宅起訴された。2019年11月29日、京都地裁は名誉毀損を認定、罰金50万円を命じた。ありがとうございます。